今回は波状炉のイメトレ動画を作っていきたいと思います。波状炉大型二輪の検定課題になってます。タイムは5秒以上おおむね5秒以上で、で左右の白い線を、はみ出さないように、接地面がはみ出さないように通過します。足をついたりエンストをしてはいけません。で運転姿勢は立ち姿勢ですね。前輪が1つ目の段に当たるまでに立ち姿勢を作って、最後の段差を後輪が乗り越えるまで立ち姿勢をキープしてください。ではイメトレ動画いきたいと思います。タイムの方はだいたい5秒から6秒あたりのタイムでやっていきたいと思います。本数は10本ほど、数え間違ったらね少なくなるかもしれんけど、とりあえず10回いきます。ギアはローギア、アクセル、ハンクラッチ、必要に応じてリアブレーキを使います。これで 5.4 次行きます。前輪を段差に当てるとき、できるだけまっすぐ当てた方が安定します。 6.2 次3本目ですね。ドン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 6.6。だいたい5秒から6秒ぐらいのペースを覚えてもらうと、本番おそらくタイム見えませんのでね、だいたいの感覚で5秒以上で通れるかと思います。さっきちょっと早めでいきます。これで 5.3 でも大丈夫。今のが4本目かな。次5本目、同じぐらいのタイムでドン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  5.8。次6本目、目線はちょっと先を見た方がバランスが良くなります。6.0。ここまでの操作はアクセルとハンクラッチとちょっとリアブレーキ使ってやってるんですけど、今度は1段ずつ断続させます。ブン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 。6.9。前輪が段差を上がるときにアクセルとハンクラッチで動力を伝えて上ってます。で段差を超えるときにはクラッチを切って動力もゼロと、上るときにブン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 。6.6。次普通にアクセルとハンクラッチだけでいきます。ドン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 。5.5 5.5。今のが7回目かな。段差の間隔は
一定じゃないんで不等間隔ですね。広いところがあったり狭いところがあったりします。 6.0 絶対にエンストしないようにしてください。波状路で失敗してしまう人の多くはエンストですね。エンジンが止まってしまう。からクラッチつなげすぎると重たくなってエンジン止まるときありますから、半クラッチのところでうまくキープしてもらって 6.2。 あと2本いきます。ドン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 6.1。 次ラストです。大体の速度感を覚えてください。まっすぐまっすぐですね。 5.7。はい、今回は大型二輪の課題、波状路のイメトレ動画でした。波状路で失敗してしまう方の多くはやっぱりエンストですね。だから逆に言うとエンストさえしなければ大体の方はクリアできてます。横にそれて失敗とかも年にお一人か二人ぐらいしかないので、もし失敗するとしたらエンストが原因だと思います。だからとにかくエンジンの音をよく聞いてもらって、エンジンが止まらないように、特にこの NC750 はエンストするとき、その予兆なくいきなりプスッと止まります。段差に前輪が当たった瞬間にいきなりエンジン止まることがありますので、ですのでエンジンの音をよく聞いてもらって、クラッチの半クラッチをうまくキープ、または断続ですね、断続クラッチで、アクセルの方も、まあ、エンストしない程度には回しておいた方がいいかもしれないです。リアブレーキかけすぎると速度が落ちすぎてエンジンが止まるかもしれません。ですのでペースの方ですね、5秒以上で結構ですんで、あまり無理にゆっくり行こうとせずですね、スムーズに波状路やってください。じゃあ今回の動画は以上です。何かの参考にしてください。